資産がないとひたすら働く人生が待っています。一方、資産があると自分の代わりに資産に働かせることによって資産が資産を生み出し、少しずつ人生が豊かになります。そして資産は資産があるところに集まるので勝手に経済的に自由になっていきます。みんな資産形成してる？少し遅いですが、新年明けましておめでとうございます。昨年の皆さんの資産形成いかがでしたでしょうか？日本株も米国株も上がったので結構いい成績だった人が多いのではないでしょうか。今回の動画では2023年12月末の資産結果と年間の資産推移のおさらいをさらっとご報告した後、年末から結構登録者が増えてきていますので資産形成の重要性に触れ、資産から得られる資産所得がいかにすごいかをサラポジの資産形成のヒストリーを織り交ぜながら発信させていただきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。早速2023年の実績からですが、2023年の資産推移の結果がこちらになります。そして先月末は6731万円でした。資産の内訳として個人資産が約6090万円で、残りは子供の口座になります。子供の口座は奥さんと相談の上、サラポジの資産から全額出すことにしたのでサラポジが管理をしています。そして現在の子供の資産は約631万円でした。子供の口座はジュニアニーサがメインで、その他全世界 ETF の VT を少し保有中です。そしてちょうど1年前の2022年12月末が5153万円でしたので、次のスライドでも出しますが、昨年は1年間で1577万円のプラスでした。各月の資産結果はこのような結果でして、青色の吹き出しは前の月からプラスになった月で、緑色の吹き出しは前の月からマイナスになった月を表しています。昨年は3回しか資産が下がらずプラスが多い月でしたので、非常にいい年でしたね。続いてサラポジの資産形成のヒストリーを話しするためにも、過去数年の実績にも簡単に触れておきますね。これまでの資産推移がこのような実績でして、資産の管理を始めたのが2020年12月末で約3000万でしたが、先ほどご報告しましたように直近6731万円まで増やすことができました。そして一つ前のスライドでご報告した情報を加えますと、このような形になります。さらに2年前、3年前の資産の増え方はそれぞれこのような増え方でになっていまして、丸3年間で合計3654万円増やすことができました。そしてピンク色のトレンドラインから計算して、来年は目標資産7500万円を設定させていただきました。詳細は概要欄にリンクを貼っておきますので参考にしていただければと思います。以上が資産報告になりまして、ここから少し自己紹介も兼ねて資産形成の重要さに触れながら、資産から得られる資産所得がいかにすごいかをサラポジの資産形成のヒストリーを織り交ぜながら話しさせていただきますね。まず私、サラポジは仕事を開始するの遅く、アラサーで普通のサラリーマンとして仕事を開始しました。新卒で会社に入った時、資産はゼロですし、年収は300万程度からスタートしています。さらに会社が古い体質だったので、頑張っても頑張っても給料はほとんど上がらない中、社畜状態のまま10年以上過ぎてしまったので、これではダメだと思い転職を決意しました。そしてその時の資産は貯金のみでしたが2000万円を超えていました。これは基本的に仕事ばかりしていたので給料はあまり上がりませんでしたが、お金を使う時間もなく10年以上の間少しずつ積み上げて2000万円まで増やすことができました。そしてその後転職を実行し、年収は300万円プラスとなりました。転職で年収が増えたことをきっかけに投資を考えるようになり、コロナの自粛中に本を読みまくり株式投資を開始し、資産3000万円を達成し、不労所得である配当金も人生で初めてゲットしました。その後投資方針は少しずつ変わりましたが、資産4000万5000万と急激に資産が増えて、昨年末に冒頭でご報告しましたように6700万円を超え、仮に今仕事を辞めたとしても月に10万円ほどの配当金も入ってくるような状況となり、以前よりは仕事からのストレスがかなり少なくなっています。そして来年は資産7500万円目標とさせていただいています。そしてさらにさらに2027年頃には資産1億円をイメージして資産形成を継続していく予定ですが、これから3年4年後に暴落が起きているかもしれませんし、何が起きているか誰も分かりませんが、それでも今はこれからが楽しみですね。さて以上がサラポジの資産増加のヒストリーでして、資産形成の流れをもう一度簡潔にまとめますと、まず貯蓄を10年以上続けた後に株式投資を開始し、3年以上退場せずに継続しています。そしてこれらをベースにして資産から資産が生まれる資産所得を得るようになって、資産の増加が飛躍的に早くなりました。資産所得として具体的には不労所得である配当金と投資信託で自動再投資から生まれる複利を利用して
資産そのものを生み出し、資産が生み出す所得を得るようになってから、先ほどのサラブリの資産ヒストリーで説明しましたように、資産が飛躍的に増加しました。資産所得として具体的には投資信託で約2600万円ほど運用中で、複利で資産を増やすにあたり、サラポジは利回り 4% を期待していて、年間計算上は104万円が自動的に増えることを期待して投資をしています。さらに配当金からは年間100万円以上を期待していまして、これは2年連続達成できていますので、今年も最低100万円以上を期待しています。そしてこれらを放置したままでも、資産が資産を見、資産所得として年間200万円ほどを得ていることになります。そしてこの資産所得と本業の給与所得を加えることで、冒頭でご報告させていただいたように、資産はこんな感じで右肩上がりに増えていき、丸3年で3600万のプラスとなりました。では投資したらすぐに資産が急激に増えるかと言われれば、サラポジはそうではなかったです。投資を開始した時は給与所得がメインで、資産所得はとても少ない状態でした。ただ3年以上投資を続けてきた結果、資産所得も徐々に増えていき、現在はこんなイメージですかね。ただまだまだ給与所得の方が大きい状態です。ただ投資開始初期よりは資産所得が大きくなってきたので、今後が楽しみですね。そして左のグラフについて、これまでの実績をそのまま伸ばしますと、1億までに残り3270万円で、うまくいけば3年ほどで到達する可能性がありそうです。そしてその頃にはこのようになっているのか、はたまたそれとも今と変わりないのか、またこれからの3年が楽しみですね。さて今回のまとめですが、2023年12月の資産は6731万円でした。そして23年の増減としては、過去から最も良い年になり、年間でプラス1577万円でした。さらに今回資産を得るまでのサラポジのヒストリーとして、貯蓄のみで10年以上、さらに投資を3年以上継続した結果、現在は配当金と複利の効果で資産が資産を生む状態になり、放置しておいたとしても勝手に年間に200万円ほどが溢れ出てくる状態です。まさに資産が働き、資産を生み出してくれる状態に入りつつあることを日々実感しています。このような状態になってくると、資産が急激に増えてくるので、驚く日が多くなってくるのと同時に、一方で日々資産が減る大きさも大きくなってきます。はじめは資産が大きく減るとストレスに感じましたが、すぐ慣れてきて、これまでより資産が安定する方法を最近考えるようになってきていますので、このタイミングから投資や資産形成が少し面白くなってくるタイミングかもしれないなと最近思うことがたまにあります。さて今回は2023年の資産報告と新年一発目ということもあり、サラポジの資産の歴史を少し踏まえ、今の資産所得の見込み金額も一例として入れ込み、資産所得を得るまでには時間はかかりましたが、資産形成をする上で株式投資は資産爆増の力になっているということを発信させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画で、私のような平凡社畜サラリーマンでも資産形成を得ることで資産1億の富裕層が視野に入っていくことを実感いただけたら幸いです。今回の動画は以上になります。もし今回の動画が少しでも良かったなと感じていただければ、チャンネル登録やコメント、グッドボタンいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。